サンクトペテルブルクのカフェの前にあるムムーの像、ムムーは、ロシアの小説家、イワンツルゲーネフが1854年に執筆した短編小説。耳が不自由で声も出さない濃度のゲラーシムが、助け出した犬のムムーと関わることで救済がもたらされる物語である。この作品で、ロシア社会における濃度性の荒烈な描写を通して、その残虐性で国内から注目を集め、 称賛を受けることになった。ムムーが刊行された1854年、ツルゲーネフは知人のニコライゴーゴリの追悼記事を執筆した。良い家族に恵まれたことで、ツルゲーネフはよく読まれ、長い時間を西欧で過ごした。ツルゲーネフの主な関心と作品の主な題材はロシアであり、ロシア語でしか執筆しなかった。ロシアを改革して、西欧との違いを 明確化する思考を持っていたが、スラブ数敗者ではなく、西欧に対する指示を明言した。ツルゲーネフの執筆や議論における最大の関心は、濃度性であった。ムムタイが、これほどに、濃度性に対して、間接的だが強い批判を行った理由の一つは、ある人々が他に対して絶対的権力を持つ、恐怖がそこに示されていることにあった。 この作品とゴーゴリに対する追悼文によって、ツルゲーネフは財産を没収された。ツルゲーネフは、インテリの一端ではあったが、左右両陣営から批判を受け、より革命的なインテリからは、ツルゲーネフの見解には、ラディカルさが不十分とされた。その代わり、一貫してリベラルで、ロマンチックな理念の持ち主と見られた。しかし、ツルゲーネフは、 濃度を代弁して、濃度性に反対し、濃度を複雑な感情を持った生き物である、人間として扱った数少ない作家の一人だった。一度は濃度を守るために武器を取って遠方にも、赴いた。これは、諸女作の両人日記に反映され、母親の濃度に対する扱いへの非難と、お弱の王への同情的な描写の両方の始まりとなった。このように、ムムーは、 ロシアのオザクミノリの立場と濃度性に対する強い探求である。主人公のゲラーシムは、ロシアのオザクミノリを代表するとみなされる。すなわち、強いながら従順かつもの言わぬが、抵抗はする。ゲラーシムの仕事と立場はオザクミノリに直接つながっており、ロシア民間伝承の英雄としての横顔を含んでいる。ボガトイ入りのように、 尾崎実と過去のロシアの英雄との結びつきを、想起させる言葉を用いて、民間伝承の英雄のテーマを呼び起こしている。物語は、モスクワの名前の不明な、年老いた未亡人の家から始まる。いやらしさと意地の悪さから、彼女は存命の、どの友人や親族からも捨てられていた。その後、田舎出身のポーターであるゲラーシムに焦点が当てられる。 生まれつき耳が不自由で話せず、家の他の使用人とは身振りを使って、コミュニケーションを取る。ゲラーシムは、超人的な強さを持ち、出身地では、野良仕事で有名だった。村を出て、最終的に都会で暮らすことになり、その存在は、他の使用人に恐れを抱かせ、少なくとも彼らと心からの間柄となって、そこに留まることができた。この間、ゲラーシムは、 洗濯女のタチアーナに夢中になる。ジンジャーブレッドチキンを含む贈り物を渡して、独特の意味不明な音を立てて微笑みながら、タチアーナの後を追った。ゲラーシムはタチアーナを守ろうとする行為を示し、タチアーナにひどく、小言を言う使用人を脅かした。靴職人のカプトン・キルモフはタチアーナに注意しすぎることで、やはり、ゲラーシムから脅された。飲んだくれで、 その悪壁から不当に非難されていると感じている。カプトンは女主人から無こにある対象に選ばれる。筆頭執事のガブリーラと話し合った女主人は、カプトンがタチアーナと結婚することを決める。ガブリーラはゲラーシモの行為に気づいていたが、主人に反対することはできず、この決定をカプトンに伝えると恐れから反抗するが、最終的に同意する。 その後ガブリーラはタチアーナにも知らせ、同意はしたものの、同じ心配を繰り返した。ガブリーラは、ゲラーシムの飲んだくれに対する嫌悪に気づいて、一計を案じ、タチアーナに、彼の目の前で酔ったふりをさせる。計略は成功し、タチアーナは、カプトンと結婚した。しかし、カプトンの飲酒はひどくなるばかりで、夫婦は一年後に小さな村に追い払われた。 二人が旅立つとき、ゲラーシムは後を追って、タチアーナに赤いハンカチを手渡すと彼女は泣き出した。タチアーナを見送りに歩いているとき、ゲラーシムは川で溺れている犬に出会う。ゲラーシムは犬を助け、ムムーと名付けて元気になるまで面倒を見た。ゲラーシムはムムーを心から愛し、ムムーもゲラーシムの日々の活動について回った。一年後、女主人は庭でムムーを見て、 自分のもとに連れてこさせる。ムムーは、女主人にほとんど反応を示さず、歯を剥いて吠えた。次の日、ガブリーラは、女主人の気に触る吠え声を直すように命じられる。ガブリーラは、召使いのステパンに、ゲラーシムーにわからないようムムーを待ち伏せさせ、市場で売らせた。ゲラーシムーは取り乱して、丸ついたムムーを探し、ムムーは戻ってくる。ムムーの失踪が、 女主人の命令だとゲラーシムは気づき、部屋に愛犬を隠した。しかしムムーの吠え声はまだ聞こえ、庭に連れて来られた時に、女主人に、その存在を気づかれた。召使いがムムーを奪いに来ると知ったゲラーシムは、自分の部屋に犬を連れて立てこもったが、その後、ガブリーラが状況を身振りで説明して、ゲラーシムはムムーを治すと約束する。ゲラーシムは、ムムーを見つけた川に行く前に、 最後の楽しみとして、ムムを料理店に連れて行き、それから手コギボートを無断で奪い、救出を逆転させる形で溺れさせた。別の使用人のエローシカがゲラーシムの後をつけ、エローシカは戻って、他の人々に報告した。しかし、ゲラーシムは夜まで戻らず、自分のものをまとめて、徒歩で故郷の村へと去った。女主人は最初は怒ったが、ゲラーシムを探さないことを決め、 まもなく死去した。物語は、ゲラーシムが自分の野良に戻って、収穫を手伝う場面で幕を閉じる。犬にまつわる物語は、モスクワのツルゲーネフの家で実際に起きた。女主人は、ツルゲーネフの母のバーバラ・ペトロブナ・ツルゲーネワで、ほとんど話さない、使用人はアンドレイだった。ゲラーシムとことなり、アンドレイは、主人の下に居続けた。バーバラ・チトーバは、 バーバラ・ツルゲーネワが、お気に入りの二人の使用人、アガーフやセミオノワとアンドレイ・ポリアコフの結婚の世話を、したと述べている。この結婚はうまくいったが、バーバラ・ツルゲーネワが赤ん坊を遠ざけることを、命じたので、密かに家の中に閉じ込め、ある日には、その存在に気づかれないよう二人のどちらかが、子供の口を塞がなくてはならなかった。影響力の強い作品として、ソ連時代には、 学校での教材とされ、多くの派生作品がある。出版以来、映画や他のメディアの作品が作られ、ロシア語圏の多くの子供に多大な影響を与えた。本作に由来する歌も、なぜゲラーシムはムムーを溺れさせたのなど数多く作られた。ムムーの像もロシアには存在し、カフェムムーに隣接するツルゲーネフ広場のものが特に有名である。ありがとうございます。